どうもなおちんです。本日も戦国無双5をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はお金稼ぎやっていきたいと思います。お金好きですか？俺は大好きです。まあ今回のゲームでもかなり必要になるんだよね。で、無双演武、健常演武はあるんだけども、無双の方ではアイテムを使ってお金稼ぎができるよね。60秒間お金が出まくるってやつ。あれよりも俺はね、こっちの方が稼げるような気がする。まあまだ発売からね3日しか経ってないので、まだまだ後からお金稼ぎなんて出ると思うんだけども、今のところ俺はここがいいと思います。で、お金ってそんなに必要なのって思うでしょ。どうなの、お金ってそんなに大切って言うと思うけども、今回めちゃくちゃいる。むちゃくちゃいるよ。もちろんこのね、道場でキャラを育成するときにも必要。このよろずのところで、この指南書、兵法書、これを買うのにもうとんでもない量のお金が必要になる。で、さらには鍛冶屋で武器のスキルを上げるのにも、まあ、1から9に上げるだけでも25,500なのよ。めちゃくちゃかかる。なのでお金ってすごく必要です。まあ、1000万以上は軽く必要じゃないかな。今俺が200万ぐらい持ってるのでまだまだです。はい、では早速本題、場所なんだけども、まあこの難易度が難しいこの5個の中で一番ね自分に合ってる場所を選んでください。俺はね一番下の山崎決戦、ここが簡単かなと思います。まあこの5つの中だったらどれでもいいですね。そして、前回も言ったんだけども、キャラ選び、これはねちょっと重要なのでやってください。この握手マークがあるやつ、この握手マークがあるやつをパートナーに選ぶようにした方がいいよ。そうするとこれが 100% になると特殊演出アニメーションが一つ追加されるので、まあコンプリートを目指したい人はこの握手マークのキャラクターをパートナーに選ぶようにしましょう。働いてやるよ。それでは行きましょうか。まあさっき言った通りステージは下の方、まあできるだけ下の方がいいです。それはもちろんね、下に行くほど、入手できる資材、あれがね多くなってくるので、下の方がいいです。まあ上でもいいんだけどね、まあできるだけ下の方でやるようにしましょう。美味しいからね。で、そしてまあ俺がここを選んだ理由っていうのが、ここのフィールド狭いのよ。意外と他のフィールド結構広いんだけども、ここは狭くって、まあ個人的にはすごくやりやすいかなと思います。まあ人それぞれやりやすい場所はあると思うんで、そこは自分で選んでみてね。うん、まあ、ここは全然いいと思う。あっちか、あっちか。まあ、ちょっと拠点はこいつらに守ってもらってと、できるだけねコンボは切らさない方がいい。そっちの方がなんかスコアがいっぱい入るような気がする。あと20何秒、ちょっと待って、いけるか。ここはね銃撃ってくるやつがいて鬱陶しいので、これで仕留めときます。ひるんじゃうとねまたコンボ数が元に戻っちゃうことがあるんで、いいでしょう。 S ランクが確かね3万5000ぐらいかな、それぐらいです。でこの拠点を守るねキャラクターもある程度育成しとかないとダメだもんな。であれだよ、難易度は俺は地獄の方でやってます。やるならば地獄か難しいを選ぶようにした方がいいです。まあ下の方でもその資材が手に入る量っていうのは変わんないんだけども、どうだろうね、こっちでも出るか分かんないけど、ユニーク装備、あれが難しいと地獄では入手できるので、まだ出たことないよ。
ここで出たことはないんだけども、まあ一応狙える可能性があるので、難しい、もしくは地獄で、やるようにしましょう。無双で100体か。OK。なんか、敵が密集してるところで打ち込んでいけば、いけるかな。あと50体だろうし。どこだ？あれ？あー、ちょっと待って、迷った。こっちじゃない。こっちじゃなかった。まだね、未だに迷うんだよね、こう。ここら辺にいない？あー、コンボ切れた。まあ仕方ない。まあ武将をある程度倒していければ、上がるでしょう。キャラチャンしてもよかったけども。まだね、桃地は弱いんで、信長様で倒しに行きましょう。信長はね、最初序盤から中盤にかけては片手剣が良かった。片手剣が刀ね、刀がすごい強いんだけど、終盤もうスキルがもう選び放題になった時にと、熟練がマックスになってすごい強くなった時に、この大立ちにするとバカみたいになる。大立ちの信長様はもうやたら強いね。よし、そうだった、忘れてた喋りに夢中で忘れてた。無双でクリアするの忘れてたね。そうだったそうだった。いや今さらしても遅いんだけど、忘れてた。まあまあでもね、1個ぐらいクリアできなくても大丈夫です。大丈夫大丈夫、いけるよ。とりあえずこの拠点を減らされてもたまらないので、ある程度減らしとこう。難しいね、この守りも出しながらやらなきゃいけないし、もうやることが多い。で A ランクだ、そろそろ S になるけども、まあ武将をあと3体ぐらい倒せばまあ S になるでしょう。剣心ちゃん、はい、倒してね。こいつでいかんだろうか。あ、いやいかんね。一気に5000は入らない。よし、そろそろ残りが1分40秒になってきたんで、最終が出てくるか。来たかな、来た来た。よし、倒しに行きましょう。このねフィールドの狭さっていうのがいいね。もういちいち動かなくて、ちょっと待って、もう終わりだ。道山様倒した後に上に行けばいいか。ガチーンと行こう。あ、もう軽く S ランク取れてるね。これで OK です。おお、やばい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 。よっしゃよっしゃ、終わりだ。 OK。 でハイパーになったから、これで突っ込んで倒しましょう。残り1分切った。でも大丈夫だね、神戸嫌いなんだよな。おいおいおい、ちょっと待て待て、神戸嫌いなんだ。いっさあ、はい、まあ、とりあえずこんな感じでクリアです。無双での撃破ちょっと失敗しちゃったな、忘れとったな、喋りに夢中になってた。でも一つ二つ失敗したところで S ランクだからね、大丈夫です。そして基本報酬のところを見てください。資材が結構手に入ってるのよ、全部で150個。この150個を売るとかなりのお金になります。でお金自体は確かね、2万ぐらいもらえるのよね。19,800。これだけのお金をもらうことができます。まあ、2万ぐらいだったら、他のところでもそんな変わりはないと思うんだけども、資材を売るっていうのがめちゃくちゃ美味しいです。よろず屋で、あ、資源か。資材って。建築屋か、俺は。はい。これですね。
全部を売るとだいたい9万円ぐらいになるかな。あ、9万、10万ぐらいか。この資材を売ったやつと報酬でもらった2万、それをプラスするとだいたい10万ぐらいになりますので、すごく美味しいです。1周で10万、うん、これ以上のところはなかなかこれ見たことはないんだけども、ありがとうございます。まあ今後出るかもしれないけどね。まあとにかく今俺がやってるお金稼ぎ、効率のいいやつはここです。はい、やってみてください。お金はめちゃくちゃ必要だよ。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。